そこそういうの製造現場だったんです。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。いや今回はですねすごい回になりそうです。まあね、この番組ですね、いろんな替え玉だし怖い話をね、まあたくさんお届けしているんですが、今回番外編でございます。裏社会の怖い話どんな話が飛び出すんでしょうか。もうぴったりなすごい方来てくださいました。丸山ゴンザレスさんです。お願いいたします。よろしくお願いします。丸山です。来ちゃった。来ちゃいました。すごい。実は今回コラボさせていただいておりまして、はい、僕もですねお邪魔して、僕はあの芸能界の怖い話の方をですね、はい、披露させていただいてますが、はい、素晴らしいお話でした。大人気チャンネルで、いや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 、もう本当にもう全然案件が来ないんですよ。チャンネルの名前何でしたっけ。裏社会ジャーニーです。はい、もうね登録者数100万人というね、もう大チャンネルなんですが案件が全く来ないっていう。全く来ない、はい、あのね担当者レベルで話はよく来るんですけど、上に上がっていくと会議で大体跳ねられるぐらい攻めてますんで、内容はもうね濃いし、しかもほぼ毎日ぐらいのこうね頻度で上げてますからね。皆さんぜひね、概要欄貼っておきます。チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。だけど今回は番外編で。番外編になります？そのど真ん中でいいじゃないですか。だっていわゆるほら、あの、階段じゃないじゃないですか。はい、そうですね。だって霊感とかは終わりじゃないですもんね。全くないですね。そう。だけども、もうね、皆さん、ね、クレイジージャーニーでもご存知でしょうけどもね、裏社会にめちゃめちゃ精通されていて、取材もされていますので、今回は、丸山ゴンザレスさんが印象に残ってる、めちゃめちゃ怖かったお話。今回、国内編。次回は海外編ということで2回ドーンとお送りしたいと思います。お願いいたします。お願いします。ちょっとあのもうお話行く前にもうちょっと興味ありすぎて、はい、あれなんですけど、もともとゴンザレスさんなぜそういった世界の取材とかをされるようになったんですか。今回は国内編ということで、はい、まあ、いろんな、ね、取材だったりとか裏社会を見た中で本当に怖かったお話、じゃあ披露していただけますでしょうか。お願いします。まあ、いくつかあるんですけれども、明け方の電話ってやっぱ怖いんですよ、はい、普通電話そんな4時5時とかかけてこないじゃないですか。普通かけないですね、はい、まあ、当時よくそういう裏社会のめんどくさいところを取材してる時は LINE とかそんな発達してなかったんで、やっぱりまあショートメッセージとかその辺が多かったんですけども、でも電話もね、あの当然あるわけで、それで朝4時5時にかかってきくると絶対厄介な電話だろうなと思いながら、でも出ないっていう選択肢はないから出るんですよ。大抵が、まあ、薬物でちょっとぶっ飛んだ状態になってる方がうわーって言ってこう喋ってくる。明け方ですもんね、うん、怒りか、よくわからない怒りをぶつけてくれるだったらまだいいんですけど、何かで疑ってるんですよ、ずっと僕を。どういうことですか。よくわからないんですよ。なんか知んないけど何かスイッチが入って僕が何かをしてるっていうふうに思い込んで連絡してくるんで、対応のしようがないんです。そうですよね。下手に謝っちゃったらしょうがないから、ずっとのらりくらり電話しなきゃいけないんです。で、いつの間にか、2、3時間経ってる。ああ、大変。あれ、地味に、これ多分ね、何が怖いのと思うかもしれないですけど、自分の身に置き換えてみたら、わかると思いますけど、地味にこれ本当に怖いんですよ。時代をとにかく踏まないように、最新の注意で相手と会話をし続ける2時間、3時間って、めちゃめちゃメンタルやられますよね。はい、しかも朝4時ですよ。嫌じゃないですか。もう決めつけてくるわけですもんね、はい、お前これやってんだろ、裏でこそこそやってんだろとかね、うん、しかもそれが相手がまともな精神状態だったらいいんですけど、ちょっとこう飛んじゃってる状態だから会話にならないですもんね、はい、会話にならない状態でずっと叫ばれたりとかしながら、何言ってんだろう、何言ってるんですか、何言ってるんですかとか言ってても、いやいやちょっとそれ分からないですねとか、こっちもだから相手の言ってること分かっちゃったとは言わないですよ。分かんないっすわみたいな感じでもっと丁寧に言いますよ。ちょっと分からないですねそれは。
こうで分かんないわ貴様とか言われて、分かんないですねってずっとやってるんですよすごい、まずなんか面白いなと思ったのが、いろんな現場行ったわけじゃないですか、はい、その現場で起こった話じゃなくって朝方かかってくる電話が怖いっていう、なんかそれやっぱりもうならではの話ですよね。そうなんですよ、だから電話今でも電話出るの嫌いなんですよ恐怖症になっちゃいますよね。だから電話かかってくると本当嫌なんですよね、いろんなことが。じゃあ日中でも まあ出る、日中とかまあ出ますけど、まあ、変な時間にかかってくるのはとにかく取らないとかなっちゃいましたね、癖として、ね、ちょっと面白かったですまず思いもよらない話でしたけども、あのその流れで言うと、はい、あのやっぱりとはいえもう示しがつかなくなって、まあ、飛んでる人はともかく本当に怒ってくる人たちもいるわけですよ。であの問題はあのこっちがやらかしてる場合はしょうがないですよ、はい、何かしら取り込みたいっていうか、取り込みたい、自分たちの側に僕とかを入れたいという時に何癖つけて謝らせる時があるんです。どういうことですか？謝れと、お前ちょっとこれお前がミスったんだみたいな感じで詰められるわけですよ。でもあの僕結構大きめなトラブルじゃないけど謝罪をしなきゃいけない流れになったことがあって、それ僕じゃないんですよ、僕がやらかしたわけじゃなくて、僕と一緒に仕事してた人がやらかしたんです。でこの人がちょっと謝りに行かなきゃいけないと、一人で行くのは怖いと、相手の方はまあまあちょっとこうまあとかじゃないんですけど、まあ、その筋の感じのちょっと怖い方に謝りに行かなきゃいけない、一人じゃ怖い、一緒に行ってくれ、まあ、面識もあるし、分かりましたって一緒に行きます。でその人がまずこう入ったら、呼ばれた場所が、SM クラブだったんです。怖い、なんだと思って、であの人そういう趣味だったっけと、分かんない、どうしようどうしようと思って、でも入っていって、はい、でそのやらかしたやつはまず真っ先にこう、あのすいませんでした謝りに行った、謝るのにさなんで服着てんのって言われて、うんってそいつもなって脱いで、どうもすいませんでしたって謝って、うんちょっと頭高いんじゃないって言われて座って土下座してすいませんでしたなったんですよ。俺それ見ててやべえなこれと思って、ちょっとこれで収まりつくのかなと思ってて、うん、その後来ないよな来ないよなと思ってたけど、その方は俺をチラッと見て、一蓮托生だよねって言われてうんってなるじゃないですか、もう引けないですよね。そうですね、わかりました、もここは引いたら負けだと思ってさっと一気に脱いで、さっと土下座スタイルに入って、いや本当に今度はご迷惑をおかけして申し訳ありませんし、巻き込まれるとかじゃなくてもここはもうパツッとやった方がいいって、はいはい、やったんですよ、でもう僕何にも関係ないっていうか、 何にもっていうか、もう本当に僕がわやら悪いわけで謝る。そしたらちょっと待ってっつって、後ろからなんか人を気配がするんです。なんだろうと思ったら女王様が出てきて、SM クラブだから僕は土下座、でもずっと土下座したままです、あげろって言われて、なんか空気がまだ変わってないから、女王さんも出てきて僕にずっとろうそく垂らすんですそれ熱いやつですか？これが熱かったらリアクションできるじゃないですか、SM 用のやつって低温ろうそくだからそんなに熱くないんですよ。そうなんですね、僕特に肉熱いからそんな感じなくてずっとだから耐えてるようになっちゃって、それでお根性あるじゃんみたいな許されるみたいなだからこれがそんなに熱くないって気づかれる前に早く帰りてえと思って確かにこれ熱くねえじゃないかお前ってなったらね、なったらね危ないじゃないですか。まあそれでまあちょっとお開きになって、まあ、飲みに行ってまあなっていう感じです。ちなみにやらかしてしまったって、はい、まあ、言える範囲でいいんですけども、どういうことやっちゃってそこまで謝ることになったんですか？ちょっとした約束の行き違いみたいな感じですね。この日にこういうことをするっていうのをこうミスってしまってその日の約束を飛ばしちゃってみたいなのが何回か重なってます。あ、まあまあよくないですけど、でもまあね、はい、ちょっとこう怖い現場ですよね、はい、それはちょっとピリピリしましたね。もうねなんかねその方もそうですけど、ある程度こう話の分かる人たちだといいんですよ、うん、正直それは僕もビビりすぎたなと思って、だって何も悪いことしてないんだから、うん、正直に言ってスッと謝ればいいじゃんって、しかも謝るときに足りないって言うんだったらもう余興としてそれぐらいやりますよみたいな感じで面白くして行っちゃえばよかったのになと後になると思うんですよ、うん、というのもやっぱ裏社会の人たちというか
とかそういうちゃんとした組織できちんとやってる人たちって話通じるんですよ意外と、うん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 、まあとある地方の大きな団体を僕はちょっと取材しなきゃいけなくて行ったことがあるんですけど、まあなんて伝統のあるしかもその戦闘力も資金力もある組なんですよね。そこの本部に取材しに行くことになって、でその時ね僕町のチンピラとかちょっとやってますみたいな人のインタビューとか話は聞いたことあるけど、そういう地方都市のそういうね本部とか取材したことないから、うん、どうしようと思って正面切って頼んだんですよ。取材させてほしいんですけど、はい、意外と簡単に OK が出て、まあ、ちょっとルートは少し使いました、はいはい、その顧問の弁護士さんとかそう見調べてそういうところと話をしてつけたりとかしてやったりいろんなルートから行って、で、まあ、割とだから真正面からって感じだったんですよ、うん、で取材行きますって言ったらもう入り口からその会議室まで黒スーツピャー並んでもうみんなピシッとなってこうササ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 サもうロサンスパパパパパってなってお出迎えなわけですね。はい、でそこパーッと通ってって取材するんですけど、でもう部屋着いたらですねもうテーブルがピッカピカでもう床にゴミなんて一個も落ちてなくて、でその取材相手の幹部の方にこうすごい掃除行き届いてますねって言ったら、朝から4回しとるからね掃除って言われてその時1時ですよお昼の、朝から4回ってこれ笑うとこなのか本当なのか分かんないじゃないですか確かにもう難しいな、すっごい笑いづらいなと思ってやりました。その中でにこやかにね、にこやかに、はい、とにかく笑顔でみたいな感じでやってて、はいはいはい、でもうでも本当に、まあ、緊張感はあったけどちゃんと取材きちんと話をしてくれて、それはそれで良かったんですよ、はい、怖いっていうかすごいなと思ったのは、はい、もうその時に僕も取材で行ってるから編集者も同行してるんですけど、編集者はちょっと若い子であんまりね、なんてそういう人で全然慣れてなくてガチガチになってるんですよ。でお茶とお菓子が出てたんですけどもう全然手つけなくて、その幹部の方は気になったんでしょうね、インタビューを中断してこうクッとなって、若い方にはお茶と和菓子は合わんかねって言ったんですよその瞬間編集のやつがガチッて固まって、固まった瞬間後ろからサッと手が伸びてきて、なんだと思ったら一瞬でお茶と和菓子がケーキとコーヒーに変わりましたそれで出てきた時、僕は普通にもうむしろ後でネタにしたいからどんなのが出てきたんだ、その子はすごいそういうお茶菓子とかお茶とかこだわってるところっていうのはちょっと聞いてたんで、あ、そうなんですね、はい、だからそういう意味でも食べておきたかったってなるから僕は割とパクパク食ってたんですよ、うん、でその編集のやつですよ、ケーキ出された瞬間にそうなりますよね、もう笑っちゃうけども気持ちわかるな気持ちわかりますよねでも本当にそ、まあ、人のそれぞれに対する捉え方はありますけど、その客人というか来た人に対するもてなしだとか、そうですよね、ちゃんと話正面切って取材をした時にきちんと返してくれるとか、その辺のルールややり取りっていうのはむしろちゃんとしてます。もちろんそれを逸脱した部分っていうのはあるし、犯罪行為に走ってすごい世の中の迷惑になることもあるけれども、ちゃんとそういうふうにやれる部分っていうのもあるから、だからこそルールを外れなければそんなに真っ当にこっちが生きて真っ当にこう接してる時は怖がる必要はないなとは思ったんですよね。まあ、ちなみに おまけなんですけど、はい、その時に本部の事務所を出てきてちょっと外の写真を撮ろうとしたら、まあ、組員の方バーっていたんですけど、客人が写真撮るぞって言った瞬間にもうババババババッと両端の壁まで寄ってくれて誰もいない状態で、本当はうろうろしてる状態撮りたかったんですけど、まあそれもいいなと思いながらだからまあそういうのも含めて、はい、もう本当にもてなそうっていう客人をしっかりっていうお掃除も含めてですよね、はい、はい、もう本当そうでした。でもその時一番怖かったのはそのことじゃないんです。その後あ取材終わったっつってこう着られないスーツとか着ていったからこうネクタイ緩めながら歩いて行ったんですよ。まあ、ちなみに帰る時にその
駅まで送りましょうかって言われたんですけど、丁重にお断りしましたけど、それは国産高級車でダーンって行かれたらね、その駅でその地方の駅ですから目立ってしょうがないまあまあ、まあ、いやいやっつって、そのでちょっとあの結構離れた場所にあのレンタカー止めてたんで、そこまであの歩いて戻るで、ワンブロックかな、結構離れて行ったら、突然車がギャーッと俺のとこ来て、なんだと思ったらビーッてあって「警察です」って言われて「何すか?」「お宅マスコミ何取材?」とか言われて、「はい」って「聞いてないんだけど」って言われて、そ警察その出入りするマスコミとかちゃんとチェックしてたんですよ。へえ。そこで今度逆にで、それでなんかチラチラ見ながら、あの向こうが「あのいやこれ、うんうん」とか言って「うんあとかって言いながら、なんかその雑誌の名前とか言ってくわけですよ、 ポソポソ独り言で。それ逆に俺が気になっちゃって「えちょっと待ってください、え何来てるんですか来てるんですか」とか俺の方が気になっちゃって、向こうもなんかあれなんかちょっとやべえなみたいになって「まあ、いいよいいよ取材だったらいいよ取材だったら」って「なな名刺ある名刺ある」とか言って「あの はい」みたいな。とにかくそれでもう警察もだから出入りチェックしてるし、まあ、そういうところってそうなんだなと思って、わあもうでもまあまあいい体験したわと思って、さらにもう歩いていこうとしたら、ブルブルって携帯鳴ってパッて 、まあ、出るじゃないですか、はいはい、さっきまで取材してたこの幹部の方が「今警察に捕まってたね」と言われて、もうみんな見てんのかよと思って、すげえ全部監視されてるというか、はい、全部見られてます。だからその町を出るまで気抜けねえなと思って、変なこともする気もないですけど、とにかくその一つその地域の権力というか、そういうところを取材するときはその町を出るまで本当に油断できないんだなっていうのを思いました。おー面白いけども、そこでだから、うん、いや怖かったなとか、さっきのあれお菓子さ全然美味しくないよなとか言ってたもんだったら、もうそれもね耳に入ってしまうかもしれないしとか、はい、だから俺そのそれがあったから、その幹部の方にこの町はね美味しいものいっぱいあるからぜひ食べてってくださいって言われたメニュー食いましたからね、わざわざ帰る前にどこで見てるか分かんないからあいつ本当にちゃんとね行ったかどうかと思って、うん、はいって言ってたけども、はい、口だけのやつじゃないんだっていう風に、ね、はい、ちゃんと食べに行きました。いや面白い話ありがとうございました。いやまだまだありますけど、国内編まだありますか。じゃあちょっとこれ僕が島田さんのためにこう案外これあんま外で言えない話なんですけど、ちょっとね僕個人の話じゃなくてちょっとこう取材で知り合った方のお話なんですが、その方はちょっと結構やられて、それで性行為をするっていうのがお好きな女性だったんです、はい、でその人がなんていうか そういうところから一回やばくて、まあ逃げなきゃって思って距離を取ったことがあるんですけど、そのきっかけっていうのが、まあ東京のねとあるそう、まあ、繁華街の中にある、うん、まあ、ビルというかマンションにこうその時付き合ってた彼氏と言っていいのか、まあそういうを使った行為をする相手の方がいて、でその人のところ行ってそういう行為をしてたら、なんかこうこの部屋には絶対入るなっていう部屋がマンションの中、その部屋の中にあって、ええ、で何やってんだろうなと思って、でも教えてくんないし、まあその筋の方だから、まあ、怖いなと思って入んなかった。でまあ、本人はそういうプレーをして5万円で帰る繰り返してる時に、ある日なんか今日が乗ったのか見てみるかお前っつって部屋バッと開けられたら、まあ、今でこそパソコン等で使ってデータを、まあ、焼いたりやり取りできますが、ちょっと昔の場合のダビングとかって、まあ、DVD 焼くのだって機械がいっぱい必要だったじゃないですか。 それの工場だ。へえ。でその中で、まあ我々としてはなんか市販のやつとか無修正のやつとかを焼いてんのかなとか思うじゃないですか。一個見てみるかって見せられたのが、明らかに女の子が男たちにこう
最初はもうすっごい勢いで叫んなよみたいに叫んでるのが、あのどんどん抵抗しなくなってたところに切ってでその入れられてどんどんこう酩酊していって、でそれをずっとこのその後その子をこう無理やりっていうかっていうのをずっとこう固定したカメラで撮られてるんですよ。で途中でこう早送りとかそれを見せながら早送りずっとしてて、でその女の子は動かなくなってって、あの男たちが代わる代わるでちょっと休んだりとかして、なんかその何にもしてないところで女の子がずっと寝てるの何時間もずっと送って、で途中からその女の子にまたって言うらしいんですけど、ボンボン打ってて、女の子が顔をパンパンに腫れ出して、でも見せられたらしいんですよ。で、あのその僕がその知り合い、僕の知り合いの女性はその彼氏に、これやばいよね、この子やったんじゃないのみたいな言ったら、聞くって言われて、いやいいいいっつって、でもう他にも何本もあるよって言って、そこそういうビデオの製造現場だったんです。しかもその人たちの中、出演している人たちはその人たちの中。だってそれそうなってしまうと、もちろんその女の子のご家族とか、例えばその事件性が、あれもちろん事件として捜査とか入らないですか。まあ年間の行方不明者数考えてください。それで行方不明じゃなくて、例えばですけど親元を離れて普通にもう仕事して連絡取らずに真っ当に生きる人もいれば、そうじゃなくなっていく人たちもいてっていう、うちの一人と思ったらそうそう見つかんない。もちろんそのそういうふうに事件化することもありますけど、しないでそういうビデオを作ってる集団とかもいるっていうことですね。でもこのビデオ他にもいろんなラインナップがあったらしいんですけど、あの中にはもう完全にそういう方向にやってるやつもあってっていう、これはあの僕聞いた中でもかなりやばい系のやばいレベルの話でした。日本の話なんですもんね、はい、割とここに近いですよ。そんなテンション落とさなくてもいいじゃないですか。いやごめんなさい、もうそうなんですね。やっぱり知らない世界というか、知りたくない世界ですよね、どっちかというと ね。だから本当に踏み入れない、そういう世界に興味でもねっていう、はい、ことがすごく大事。興味本位で一番怖いですね。あの相手に関心を持ってどうやってもこれは調べるんだっていう、調べてその出先を考えた上でやってれば、まあ何て言うかな、変な向こうから勘ぐられることもないです。あの僕みたく発表するっていう前提があれば、向こうは発表されたくないと思えば拒否してくれるから、だから何やってるのか分かんないっていうのが一番疑われるし良くないと思うんで、まあ芯はピシッと一本通した方がいいのかなと思います。そういうのいやすごい話でした、ありがとうございました。今回ですねコラボさせていただいております、チャンネル名もう一度お願いいたします。丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。はい、もう大人気チャンネルです。ぜひ皆さんね概要欄貼っておきます。本当にこういろんな事件のことだったりとかもね、すぐタイムリーに上げられたりもしています。ぜひ皆さん、チェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今回もすごかったんですが、今回は国内編、次回いよいよ世界編でございます。次もね皆さん楽しみにしてください。ということでゲスト丸山ゴンザレスさんでした、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっともうお話行く前にもうちょっと興味ありすぎて、はい、あれなんですけど、もともとゴンザレスさんなぜそういった世界の取材とかをされるようになったんですか。これはもう本当に時代背景が原因だと思うんですけど、はい、僕はもう本当に普通に優等生だったし、
なんて言うんだろう、体鍛えるのも好きだったし、もう記憶正しい、記憶はないけど、まあ、普通の学生生活を普通に送って、いわゆるそうやんちゃな人ではなかった。全く違います。ほうほう、まあ、ただ腕っぷしは強かったですけどね。ですよね、柔道やったり、総合やったり、空手やったり、ずっと格闘技で体鍛えつつ、もう一個好きだったのが考古学が大好きで、もう大学も専攻するためにそういう大学に進んで、大学院まで行って、優秀。ずっと勉強したりとかしながら、旅とかすごい好きだったんですけど、はい、趣味が海外の旅で、で、海外のその、メタイルジムとか行ったりするぐらいこうなアグレッシブだったんですとにかく、はいはいはい、で当然のように学者になるもんだと思って積み上げていった時に要は平成不況ど真ん中でですね、まあ、就職できなかったですね、うんうん、簡単に言うと。で考古学者になるってどういうことかっていうと大学の教員になるか各自治体の文化財担当とか博物館に就職しなきゃいけないんですよ、はいはいはい、まあ、資格とか持ってはいた取ってはいたんですけど、つまり公務員にならなきゃいけないんですよ、うんうんうん、で景気が悪い時って大体公務員人気じゃないですか。そうですね、はい、で僕みたいに専門の勉強しかしてないやつが公務員試験にパスできないんですよ。あ、そうですか、はい、だから考古学を勉強してても考古学の職がない。そうするとこのまんまずっといてもしょうがないってなってドロップアウトをしてしまうわけですよ、大学院の後ですね、はいはい、で行き場がないわけですよ。で、日雇いとかですね、で、暮らすしかないから、当時まだ派遣会社みたいなのが全然なくて、時代的に、その僕がその無職になった後、数年からどんどん今みたいに派遣会社がわーっとできてくるんですけど、ないから、日雇いバイトばっかりやって、なんとか食いつないでたんですけど、はい、日雇いバイト、当時だから、なんだろう、その現場の、一緒に入った人同士のネットワークっていうか番号教えてよみたいな仲良くなると俺今度聞かれた時に人で足りなかったら声かけるよみたいな感じで仕事回し合うみたいな、はい、それやっていくうちに最初は解体現場とかの片付けとかだったんですけど建物ビルとかですか。そうです、はい、あとはなんか床張ったりとか、うんうんうん、そういうバイトしてたんですけど次第になんかよく会う人たちがねこう顔見知りが増えていくわけですよ、うん、で徐々に話を持ってこられる話もなんかバイトで持ってこられる話がちょっと濃くなっていくんですよ。濃くと言いますと歌舞伎町のさとかちょっと雑居ビルのここの上に風俗ばっかり入ってるビルの上の方に住んでる人がいるからその人のところで話し相手になると金もらえるっていうバイトなんだけど行くとか。それいや謎すぎるじゃないですか。ちなみにその人はどういった人物なんですか。謎です。男性女性。男性です。何歳ぐらいの。ね、もう50代ぐらいかな。なんか謎の人でなんかその新宿区の議員さんとかとのつながりをすごい自慢してくるだけの話を「ああすごいですねすごいですね」って言ってると「ご飯食べる？」とか言って結構いいご飯取ってくれたりとか出前取ってくれて食べててで夕方ぐらいになったら「ああ今日はありがとう」って言ってなんか財布にある適当なお金バッと1万円か2万円かその時気分によって違うんですけど、はい、渡されるっていうそれをなんかそういうの回してたりとかあとだからそんなんばっかやってたら次第にねなんかねこう変なバイトをどんどんやるようになって。はい、で怪しげなバイトをいっぱいするようになっていってでそのうちなんかいろいろあってこうそういうことを書くようになるわけですよ、うん、記事とかで、うんうん、で裏社会のこととかをこう書き始めていくとなんかそれ面白いから書いた方がいいんじゃないのもっと本まとめたらとかどんどんなっていってこう今に至るみたいな感じ。はーやっぱ好奇心がすごいわけですよね。まあ、と実際に足運んで見てそれを書くっていうなんか誰にもそういうことを教えられてないわけですよ。そうですよね。そういう取材の仕方とかだからもう現場行ってとにかくもうしらみつぶしに情報を集めてそれをまとめて書くみたいなもうなんか本当に回りくどいことをずっと重ねてきたからいわゆるその取材者としてちゃんと大学とかで社会学とか勉強したりとかマスコミに就職したとかそういう人たちのやり方とはちょっと違うやり方をするから現場にめちゃくちゃ行くようになってるんだと思う。ただやっぱりその裏社会の掟とかルールとかがあるわけじゃないですか、うん、きっと、はいはいはい、それはじゃあもう取材しながら覚えてる。だいたい連れてってくれる人がここではこう振る舞えよとかそういう言われるのを学んでいくみたいな感じ でそれを間違ったことしてしまうとやっぱり命の危険もあるわけですよね。命の危険はこの僕の生きてた時代っていうかからの取材者としてやり始めた時代でよっぽどのことがない限りはないです。ちょっと失礼なこと言ったらぶん殴られる程度で済みますしなんかやらかしてもまあまあ
超える一線を超えた失敗っていうのはやっぱりあの女だったりとかお金だったりだとかそういうところであの一線超えてしまった人たちですね。僕がちょっとやらかすぐらいでも全然何も、まあ、やっぱりあとあのリスペクトがしっかりあって、まあ、基本はそうですよね。そうですよね。だそういう誠実さも伝わったりするから、うん、じゃあよりこういう情報も教えてあげようかとかっていう、まあ、人間関係でこういろいろ気づかれてきたわけです、ね、なるべく一人の人から多くを聞きたいっていうのがあったんで、なんかちょい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 あっちこっち取材するとあのめんどくさいですよ。いろんなところから電話とかかかってきて、うん、で特にあのその筋の人たちって朝早いんで、あの朝4時とか電話かかってきたりとかそうですか、はい、うん、起きてないじゃないですか。もしもしとかって出れないじゃないですか。こうバキッとなりますよ。いやー、なるほど、そういったところからなんですね。いや初めて知りましたけども。